超優しいやつです。ちょっと、ジュミと、タケちゃんマン。タケちゃんマン。タケちゃんです。タケちゃん。もうわかるのかな？タケちゃんもわかるでしょ。わかるでしょうね、さすがに。さすがに、タケちゃん知らないって人はもうちょっと安ゴル見てる人でいないんじゃない、普通に。さすがにね。さすがに。ということで今日はですね、ラフロック、皆さん、あ、これもそう。あそこの僕もよく来てますね、動画でも。ラフロックやってる人です。そうです、その人です。ラフロックの社長さんです。はい、はい、もうわかるっすよね。竹林さんでございます。よろしくお願いします。文高、うん、呼ばれたことない。竹ちゃんです、それです。まあ僕とね同い年なんです、実は。はいはい、で、まあ、それもあってね、ちょっとまだ数回しか会ってないんだけど、マブ感出してってるっていう、そんな関係性になってます。まあ、僕もね、普通にプライベートでもかなりこう、親交がありますんで、ラフロックのこう方々とはね。で、まあ、ちょっと、普通に普段からも来させてもらって、やらせてもらってるんですけど、タケちゃんとね、ラウンドをちょこちょこ行く機会があって、うん、やっぱ上手だし、なんか飛ぶから、ね、普通に今度出てよ、みたいな、はい。そんな感じで、はい、なんかこう、ノリで。うん。なんかこう、ちょっとなんか気も合う感じがしたから。うん、したかな。したかな。ちょっと出てよ、ちょっと出てよって言ったんですよ。ちょっと出てよって言ったんですよ。それが、あ、まあ、ええよって。ええよって。で、なんか、ちょっとプレゼント企画みたいにやってよって言ったら、あ、ええよって。ええで。俺だ。ええで。で、なんと、まあ、ちょっと今回考えていただいてるということで、一応ラフロック知らない方にご紹介しますと、ゴルフのセレクトショップをやってまして、はい、代官山に今お店があります、うん。ぜひ皆さん来てください。ね、よろしくお願いします。なんかね、代官山、看板娘、うん、あやちゃん。あやちゃん。あ、はい、なんか店長ね。エロい子がいるね。おっしゃる。みんなまで言うな。あやちゃんごめんな。いるね。うん、結構エロいからさ、俺なかなか顔を出せないんだよ。いやいや、その気になってる、その気になってる。そんなことない。結構、いろんなキャラクターの方が店頭にいらっしゃいますね。そうね、そうね。こんなにしでも、広々とした店内でね、結構いろんなブランドを扱ってるよね。そうね、国内外のブランド30ぐらいあると思う。うん、あ、そんなあるんだ。でもなんか、印象が強いのやっぱとりあえず集めたみたいじゃなくて、はい、やっぱちゃんと、いやこれだろみたいなやつを集めてるから、うん、なんかこう何を手に取ってもこう失敗がないというか、うん、どれも、あ、なんか来たいなって感じで、でも特筆すべきはね、うん、ラフロッグのラフロッグ、うん、だからその自社ブランドというかね、そうね、持ってて、それがね非常にいいんですよ、うん、で結構価格もお手頃で、うん、ほんと外さないみたいな。まあまあ、道中もちょっといろいろ聞いていくんですけど、うん、僕非常におすすめなゴルフアパレルブランドさんの一つなんでね、はい、ぜひ皆さん買ってください。で、お願いします。そのね、はい、ラフロッグの、はい、なんと、プレゼント企画。はい、で何？僕が負けたら。あ、勝負するんだ。はい。そう。だから対決にしたいって俺が言ってんな。うん、そう。たけちゃんが負けたら。うん。俺が負けたら、ラフロックで使える商品券、うん、3万円分。うえぇ、取っ払すね。取っ払った。まあ、2着は買えるね。2着買えるね。全然買えるっす。プラス、なんか、小物とか買えるね。ね、俺が負けたら、これでももう宣言ベースで、うん、安く負けたらどうするっていう。うん、まあ、その3万円は、俺が負けても、ちょっと出してもらう。うん、ああ、ね、出演させてもらってるから。まあまあまあ、まあ。うん、俺が負けるんだから、うん、プラス、自腹で、3万円追加。うん、要は、見てるみんなが、どっちも応援できるように、みたいな。そう。そう、あ、いいね、いいね。それいいね。そうそう、はい、どっちもっていうか、もうそうなったら、みんなタケちゃん応援する。まあ、そうなってると思うけど。結果それでいいんじゃないかな。うん。で、俺も？ジュミは、賑やかし。焚き火出し賑やかし。焚き火出し賑やかし。わかりました。なんか。いいプレーを見せてくれよ。あと温かく見守らせていただきますんで。はい。いや、俺今日ほんと楽しみにしてたの。ほんと？うん。嬉しい。いや、俺もそうですよ。だって、まずはね、ジミンが初めてですもんね。そうそう。まあ結構、ラフロッグ関係でね、ちょっとなんか、お仕事とかあるもんね。まあまあ、ちょっとしたね。そういうのもあって、ずっとお会いはしてたね。楽しみで、楽しみで。ほんと。でもね、なんかずっと言ってるわけよ。なんか、ヤス君がちょっと最近うまいから、勝負なんの？なんかハンデちょうだいよって。おぉ。言うから。さすがにね。そう、さすがに。なんか用意したんすか？
まあ一応ね、いろいろ考えたんだけど、うん、ティーを変えるとかさ。うん、まあまあそこ行くよね。でもちょっと撮影結構大変じゃん。まあまあ大変だね。だからちょっと肩外してきた。これ、説明した方がいいやつ。ちょっと、肩やってきましたんで、今もちょっと抜けてんだよね。脱臼ぐらいはある。だから、いつでもフル脱臼できる準備は整えてある。語弊ないように言うと、これ事故だよね。まあそう、まあ、なんかのアクシデントで。そのことを言うとね、ちょっとこれ、非常に恥ずかしいんだけど、プール掃除してて、まあちょっと特殊な状況で、まあ結構、えってなった時に、あれって。お子さん用のね、あのプールを掃除してた。うってなって、なんか、あれれと、ギャリンって。ギャリンって言ったんだけど、変な関節。本当に。それマジです。いや、結構ね、まあ、痛かったでしょ。で、まあでもそこをちょっとね、俺の信頼する治療院さんに行って、かなりもう、グリ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 やってもらって、でもね、やっぱほんとしばらくね、ほんとこんぐらい。なんか、自重を支えてるのも痛いぐらいで、なんかもうほんとこうやっとかないともう痛くて、俺どうなっちゃってんだよと思ったんだけど、なんかさっきクラブ振ったら、まあなんか、こんぐらいはできるから、かなり。弾は打ったんですか、その間。弾打ってない。痛くない？めちゃくちゃハンディもらってる。いや、だって怖いから。でも、さっき見たけど、めちゃくちゃ水筒でかかった。水筒はとにかくでかい。めちゃくちゃでかい。とにかくラフロックも出した方がいい。でか水筒。ああ、でかいやつ、ね。でかいかっこいい水筒出した方がいい。ああ、なるほどね。出す出す。いや、結局さ、1リットルとかじゃ足んないから。足んないからね。で、これがハンディでいいってこと？そう、肩で十分。いや、もうだいぶ十分じゃないですか。十分へんもん。で、同じ T でしょ、うん、振ってないのよ、ここ数日。で、だからじゃあ、青 T からにしよう。青か、青 T から。あ、いいね。確かに確かに。黒やとちょっと。確かに、もう黒だと、もう100打つ自信あるから。そうやった、うん。そうするとちょっとね。青でやりましょう。はい、オッケー。じゃあ、それで、みんな。うん。整ったね。うん。俺を応援する理由が今のところ何一つ見つからないけど、ぜひ、応援してくれよな。っていうことでね。あ、ラフロッグのね、サイト、概要欄載せておくから、ぜひチェックしてください。本当にね、いいなって思うんですよ。うん。まあちょっとどっちいろいろ聞きますから。そうだね。こんな感じで。いきますか。オープニングは。もうお腹いっぱい？お腹いっぱいですね。十分です。同い年なんだよね。まぶかん出してきてる。まぶかん出してきてるよ。はい。ということで、ぜひ、危ない。プレゼントの条件を忘れてた。皆さん、ぜひこれ、超重要。いいですか？これ、ラウンド動画6話構成なんですけど、1話目から6話目まで、全部コメントとグッドボタンを押してください。コメントとグッドボタン。そう。その全部ね。全部、6話、全部やってくれた方からコメントで選んで、全部入れてくれてるかなって見て、から抽選で、そのコメントにね、当選したコメントの方に返信して、ちょっとメールいただいて、いろいろやりますんで、そんな感じで。で、ちょっとね、コメントに僕らがこう抽選やった後に返信して、ご案内してから、ちょっと返事がない場合とかは、ちょっと一定期間で、いろいろこう切り替えたりとかもあると思うんですけど、まあその辺ちょっとご注意いただいて、そんな感じで、最後まで楽しんでいただければと思いますんで、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。行ってきます。おっす。さあ、始まりましたよ。ナムジュ。パファイブ今日はね、アオティからやります。よろしくお願いします。おはようございます。本日はね、ちょっとオープニングでも言ったと思うんですけど、うん、超人気ゴルフアパレルセレクトショップのラフロック。ダラーン、タケちゃんめ、イエーイ、タケラさん、よろしくお願いします。やっと一緒に回れる、まあ一緒に回れるっていうかさ、まあ二人のあれだけど、ね、やっと実現しましたね。やっとですよ。ということでね、うん、まあちょっとタケちゃん紹介してくれる？タケちゃんの紹介ちょっと道中いろいろ。あ、まあそうかそうか。みんな知ってるだろうけどね。知ってるでしょ。すごいでした。フォロワー1900人もいるから。1900人ですよ。1900人いたらもう全員知ってるでしょ。うん、みんな知ってる。タケ君面白いな。いいですね。で、今日は僕とね、タケちゃんの対決なんで。はい。一応年代確認しますよ。俺が勝ったら。うん、ラフロックの商品券3万円分。ありがとうございます。お願いします。たけちゃんが買ったら、うん、その3万円分プラス俺が自腹で、うん、3万円分。マジで？いいの？俺が負けたら、うん、皆さん6万円分の、はい、ラフロックの商品券をゲットできる。これ複雑じゃない。どっちも応援する人たちいるでしょ。はい、あとなんで俺が買って、うちの自腹減額されへんの？いや、それはされないでしょ。それされないの？出演料的なやつ。そう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 。そうそうそう。案件案件案件のね。はい。なるほど。
はい、そんぐらいやってもらわないと。安室もそういうやっぱやっ、ね、アコギなチャンネルでやってくれるけども最高じゃん、まあ、僕ね肩壊れてから球打ってないんでどうなっちゃうか分かんないです、うん、そうですね。いやマジ無理だったら言ってね、球打って脱臼したらごめんなさいその時点でもう安くの負けだからじゃあよろしくお願いします。オッケー。まあ見たことないショットが出ましたよ。いやでもなんとなく感覚は分かった。オッケー。やっぱちょっと浮き足出すね。怪しかった。いやまあ分かんない。ちょっと左嫌よ、ね、あ、ここね、これね左の方がいいんですよ。左、はい、全然大丈夫。左はなんかちょっとくぼんだ盆地みたいなのがあって普通になんか打てる。じゃあよろしくお願いします。よしよし。めちゃくちゃいい球じゃないか竹林。うっす。え、噂には聞いてたんす。いや飛ぶのよ。その飛ぶし上手いしって話聞いてた。ダメだ、ちょっと大丈夫、肩外さなくてよかったかもしれない。さあよろしくお願いします。よし、朝から振ってくるぞ。竹ちゃんの球クソいい球だったな。しかしめちゃめちゃ良かった、うん。うわこれめっちゃ飛んでるぞ。ちょっとやめてよ。わあ、まあ、しかもかかと跳ねた。まあどれだけ前行ったか。よっしゃ、あれはもうちょっと左に跳ねたのかな、うん、まあ大丈夫です。一発カード道行った。すごいね。どういうこと。さあなんとね、たけちゃんと僕はね、はい、同い年なんですよって言ってたっすよね。そう、あごめん、ちょっとトークの間がないぐらい近くにあった俺のボール。ちょっと修正します。はい。大体で。大体で。いやーでもちょっと、ね。ティーショットからのラフからの。ラフで脱臼するかもしれない。おおナイス。あ痛そうだけど。はいオッケーナイス。なんかいい抜け感してる。うんナイスナイス。抜けか？肩。肩の？肩の。力のね。力のね。確かに確かに。肩の言い抜け感とか、ね。肩の言い抜け感おもろいな。すごい。でもなんか脱臼に明るい方なのかな。脱臼に明るい。言い抜け感だねみたいな。はめやすそうだねみたいな。ちょっと待って、二人とも飛びすぎだわ。さあ、やすくん。俺の肩は今どんな感じ？だんだん心配になってきたけど。200ヤード。ああ、やすくん今日行くっつうから。行っちゃったよもう今日。俺はプロフェッショナルアマチュアゴルファーだ。いや行けもう最後まで。よっしゃ、5番ウッド。オッケー。200ヤードアゲンスト。おっす。多分届かない。おおでも安く打ててるわ。だんだんさ。打ててきたわ。飛びすぎてるわ。オッケー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 。バンカー越えたところ。行った？うん行ってると思う。よっしゃー、ナイス打てた。あれ打ててるよ。打てたわ。ほら違うな、もっと上げてるもんね。上げっすね。上げてて180。そうっすね。なんで6番で打ちます。おそうっす。多く乗り入れできんの最高だなと思ったけど、やっぱ速攻でカート跡がついてる。ほんとだ。だから今日から試し実施らしいっすよ。わーっと、なになになに、シャンクしたよ。おーおーめっちゃいいとこ出た。出た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 。ラフ出た、普通の。おおこれ持ってるな。本心で傾けたよ。傾けたよ。ただ抜けたか。抜けてるよ。さあ、ジミー。160。いやー、これは狙い目だぞ。9。9番やもんね。はい。抜けてる。ちょっと抜けてるをキーワードっぽくするのやめて。気になっちゃうから。木の上から抜けれる。オッケーオッケーオッケー、わかった。わかったわかった。あとはね、このラフに対してね、いい抜け感をね。おお、いいね。だいぶスカッたね。うん。マンスカ、ああいいね。いいね。こするね。うん。95。打ち上げ入れて。95の番手ないな。95番手、貸す？うん、ないわ。どうしよう。なんかさらっとゴルフしてるっすけど、竹林さんうまいっすよね、ゴルフね。いや、全然うまい方っすよ。さあ、52度でいきます。はい。優しめにね。優しめに。めちゃくちゃ引っ掛けてる。いや、でもまあまあまあ。
まあまあ、あ、もうグリーンヒットした、落とした。スリーパットゾーン。ナイスナイス。頑張ろう、パット。さあ、ちょっとね、カートエリア、はい、待つ。はい、お願いします。うわあ、危なかった。肩大丈夫？肩大丈夫だった今。抜けて入った。あの、この多分ビデオに合間ってこんなになってると思う今。抜けて入った。抜けて入った。あ、俺乗ってんじゃん。おお、ナイスー。オッケー。2人の対決の関係なんてマジ俺もう全バーディー取るよ。2人の対決ばっかしないでさ。ごめん。ちょっとフォーカスしてよ。ごめん。ごめん。ガル、あ、いいね、いいね、ジュエ、透明、そうだよ、あ、歩数測ってんの、いいね、あれ補足してんの、そう、あれ補足、35ヤード、ジュエ、うめえ、入る入る、入る、ナイスバーディー、スイン、スイン、もうオッケーでしょ、バーディー、ナイスバーディー。イエーイ、いただきます、あざす、順位なんかほんと間取ったみたいな感じじゃん。確かに17ホール、おい、ヤサオ、これね、こっから登ってたんですよ、これこっから登りなんですよ、ちゃんと見ない癖ある、大丈夫大丈夫、タッチが合ってくるんだ、あら、ヤス君がニヤニヤしてるよ、めちゃくちゃ笑顔じゃん、あの人。登りのフライト。よっしゃ。真逆やって。さあ。いや、やっぱ知ってるね。まあまあまあ、オッケーなんだけど。あれ？湧いてる。湧いてるよ。湧いてる。湧いてる、ジャクソン。いや、オッケー、ベビー。ナイス。さあ、この位置でかかってるぞ。これマジリアル元気にかかってっから。やさお。やさお。だ、オッケーです。ナイスライ。オッケーですか。やさおすぎて変なディボットみたいなのが入ってる。オッケー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 。めっちゃ変なディボット入ってたんだけど。はい、ナイス。めっちゃ喜んでんじゃん。いやー、これ横で見てる俺贅沢やな。めっちゃおもろい。ええ、全然全然。俺は3万。ただ払うかどうかみたいな、なんかさ、俺のプラスは何もない勝負してんだからさ、わざわざ学級までさせてさ、この勝負どっちのプラスもないな。どっちみち払うか、あ、何もない、そう思ってる、うん、いやいや、そんなことないよ、でもさ、うん、いや、その勝負出させてもらえたらさ、やっぱ視聴者さんが喜んでくれるのが、そうです、俺たちの一番の幸せじゃん。そうだね、うん、見てる人が楽しんでるんだ、そうだ、ああ見てる人が楽しんでくれるかどうかって話してんだよね、そういうことなんですね、あっちぜ、あっち、あっちくでやっていくから、ジュジュンパス175ヤードさあ、クソ上げてる、しかも奥ピン、クソ上げの奥ピンか、だから、6番や、はい、クソ上げてんね、めちゃめちゃ上げてる、じゃあ行きます、おい、右だ。まあ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 。当たってるんだけど。オーケー。ああ、ナイスキック。うん。オーケー。真横だね。はい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 。5番アイアン。はい。ロングアイアンはクソ怖いわ。いや、面白い。いや、皆さん、これはもうさ、笑ってあげてくださいね。やすくん、張っていくから、体。笑おう、みんなで。いいぞ、ヤス君、いいぞ、やめろやめろ、おー、俺と一緒、おい、今日さ、ヤス君ちょっといいんじゃないの、なんかいろんなさ、ラッキーが、ほんまに抜けてる、抜けてる、抜けてる、抜いてきた、抜いてきた、うん、抜きあり、何番、2番、6番、上、6番、実質5番なんで、実質5番の6番、うわ、めっちゃいい球打つやん、何しちゃ、何してん、うぅ、よし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 、え、チャンス到来、抜けた、あ、抜けた抜けた、タケちゃんなんかさ、かっこいいよ、嘘、いや、かっこいい、それ良くないよ、かっこいい、やっぱり、うん、ひょうきんな社長でいたい、かっこいい、かっこいいよ、
ちょっとクルクルしちゃったもんね、クラブに。乗っちゃったよ。かっこいいやん。てか、かっこいい球打つタイプの人っすよね。やっぱ、うん、顔かっこいい。顔かっこいい。身のこなしかっこいい。関西の人なんですか？関西の人です。兵庫県出身で。ちょっとサングラス取ってよ。可愛い顔見せてあげてよ。どうですか皆さん、ほら。コメント気持ち悪いな。ああ、ナイスだ。やっぱ安くの強みやな。何が？顔やもん。そう、俺の売りは顔。顔でここまでやってきた。そうや。顔でってる。顔しか、取り柄が顔しかないんだよね。みんなもう分かってると思うんだけど。さあ、やそう。アプローチは。アプローチはまあ問題はなさそうだね。60度。はい。20ヤードぐらいかな。ボケ丸。さあ、これがどうなるか。あ、これマジ見えてるわ。そっから、でーステイゴールド。オーケー。いや、悪くないだろ。だって、あれワンクッションがあそこだろ。悪くないよ。あれを見て、ジュミ何する？カップすぎるとめっちゃ下るらしいよ。めっちゃ。カップ開きの、カップ直接打つ気持ちの、大丈夫、これでいく。マジごめんなさい。ジョメン。はい、すいません。続けていきます。カッピライターね。ジョメン。ジョメン。普通に片手でカメラとか持てる嬉しさ。これは入ってる。治りかけてるわ。ジョメン。さ、俺だよ、俺だ。うん。あ、チャンマンかな。ヤス君、これどっち切れる？教えて、お願い。変える。カエルいるね。カエル狙って言ったらでもかわいそうだよ。でも正直マジで多分カエル狙い。こっちスライスする？スライスだと思う。スライスだけちょっと一言聞いといてもらって。カエルさんだけちょっと待ってちょっと準備。うん。カエルちゃんごめんね。オッケー。脱臼する脱臼する気をつけない脱臼する。いや本当に痛かった。上りスライスね。はい。ああ、やさお。もう一回いくぞ。これはちょっとノットオッケーかな。ちょっとノットオッケーです。超かわいい。ねえねえ、じゃあ、いや、かわいいんだけど、俺マジ苦手なの。うわー、いいわ。オッケー。どうも。はい、スターです。ありがとうございます。どうも。ない。はい。パーパット。3メーター弱。うわー、ちょっと打てなかったが。ナイボ大事なパットやわ。じゃあ待って、中にもカエルいる。カエルだらけやん。これはでもさ、もう曲がりとか気にせずもう打つしかないですよね。勝ち込み。ナイスナイスパー。さあ一気に来ましたよ。並んだ。一気に来たよ。並んだよ。真ん並び。いや今ナイスショットだったもん。ほんまにパターがやばい。最近パターがやばいの。いやもう逆パターは1打目の距離感が勝つ。ああ、うん、パターはやっぱもう持って生まれたものだからね。どうにもならん。どうにもならんねやもん。パターはもうね、練習とかしては正直ね、もうなんか持って生まれたもんだから先天的なものだからね。え、2人が1ホール目がなんだっけ、うん、パーボギーとボギーパー。おお、これは面白いぞ。接戦だわこれ。でバーディーダボでしょ。俺もバーディーダボ。真ん並びじゃん。すごいじゃん。やめる？やめようか。平和にな。この場合いくらになるの？280円。何も買えなくないですか？何一つ買えん。何の消費税にも満たないんじゃないですか。さあショート終わって12番パー4、357プラスちょっと。俺から行ってよ。はい。スプーンで行くな。スプーンさんで。この OP からのね。まあいらないっちゃいらないよね。ちょっとね、やっぱドライバーむしろ危険な香りになるんで。うわ、触れてるわ。だいぶだいぶ。なんとかなってるよ。どうもじゃん。やめろ。オッケー、大丈夫。ちょっとね、ラフなんだけど。なんか入ったんじゃない？入ってないよ。入ってなさそう。さあダキロックさん。ハマってんだよ俺は。ハマってる。6番ユーティリティですか。6ユー。おー、刻むんだ。いや、タイが飛ぶのよ。飛ぶっすか。うん。とにかく。シャンクだけ頼む。おい。おい。かっこいい。その球いいね。
めちゃくちゃいいとこだよ。ああ、じゃあ、じゃうまっ。6位は23度か。23度で何ヤード飛ばしてんのあれ。200。よし。何、ジミー、その T。いや、なんか、木の T、ちょっとしかさせないから、これにした。へぇ。そしたらなんかなくさなくなった。へぇ。確かに、ビヨンってなりそうなんですよ。よし、グリーン前。ええ。どこでもいい。グリーン前。あ、これダメだ。またこれやったよ。これダメだ。これまたやったよ。これ前でやります。前でやる。オッケー。くっそ、このホール俺克服できんかった。いや、わかるよ。わかるでしょ。見た目怖いよ。うん。ここ嫌なのよ。よいしょー。ここは、もう、バーディーかダボかって言われてる。そうだね。はい。じゃあダボかよ。うん。いや、多くはね、本当にそういうホール多いんだよ。多いね。なんかもう、ティーショットしっかりできてれば、バーディー狙えるけど、ダボも簡単になれるよ、みたいな。君も簡単にダボなれるよみたいな。簡単にダボ。君も。これでいいよ。ゴルフか。いや違うね。違うの。うん。ラフ説明長なんでこれ。よっしゃ。もう合ってるでしょ。説明長なんでで次行きました。はい。さあこっからだと。140ぐらい打ち上げる。ねえ嬉しい。俺のボールあった。あ、うわ本当だ。やったー。やば。やったマジイージーバーディー。すごい。マジイージーバーディー。よっしゃマジ残り20ヤードぐらい。はい。ずっと言ってるよ。まあまあ分かるっす。気持ち分かるっす。絶対出ない。大丈夫っす。絶対出ないよ。オーケー。あー、引っ掛けてるな。いやいやいや、全然全然。この方面。どうなの？さあ、自分のポケットマネーをかけた。え、どうした？膝のから割れた。ちょっと待って。どうしたどうしたどうした。右の関節がほぼすべていった。ヤス君、ラウンド終わったらお祓い行こうぜ。お祓い行くか。お祓い行こう。俺そういうの信じてないんだよね。お。まあまあうと。今の結構危ねえやつだから。120ヤード。はい、オッケー。50度。はい。いいね。うわ、良さそう。まずい。ライン出てるまである。うおぉ、捉えたよ、捉えたよ、捉えたよ。ナイス。バーディーかダボって言ってんじゃん。ナイスナイスです。俺ちょっと待って、ヤス君とどのぐらいぶりっすか。もあった。ヤス君いつやった。意外と最近じゃない。うん、てかそれが初めて。そのえ逆に、まだ2回目。めっちゃマブダチぶってるけど、あったの3回目ぐらい。正味。あ、そうなんだ。いやでも多分俺、たけちゃんとね、もっと若い時にきっと合ってる気がするんだよね。すれ違ってる。うん。なんか。調子いいな。なんかそんな気がするよ。ほら。じゃあ、40ぐらい。そうっすね。うわぁ。今日、もうちょい。はい。深く入ったよ。いける？イージーバディ。はい、いけるいける。あれパットと一緒じゃん。あれパットと一緒か。もうカットに近づけて、全部。うん。ゴルフ、ゴルフ？ゴルフ、ゴルフ、スイング、スイング、スイング。曲で出るんでチェックしてください。ねえ、竹内さんに言ってもらっちゃってありがとうございます。あれはさ、ゴルフでいいの？それともさ、GOLF なの？そう、なんか曲。よく周りの人に言われるんだけど。どっちでもいいです。いいの？あ、自分の解釈で。解釈。まあ、ゴルフでいいや。ゴルフでいい。なんかでも、ピンタライスライスしてってって感じ。うんうん。チンタラスライス？チンタラスライスじゃん。うん。チンズラ？グリーンで、まあ、グリーンには乗っけとこかって感じか、うん、そうね。うまくいってば、うん、あかんくて取り取りうまい。あ、うまい。チンタラチンタラチンタラタラ。あー、まっすぐ行く。オッケー。ゴッパチ。ゴッパチ。ナイス。うえー、よっしゃ。ネスパ。ジミーなんかアプローチいいね。マジ2週間クラブ持ってないんだけど。あざす。だからそれやかましいわ。え？柳沢慎吾久しぶりに聞いたわ。あれだす。5年ぶりぐらいかな。さあ、やすきゅんだね。やめた。まあ簡単じゃないパッドだねそれ。オッケー。さあどうだ。うおー。うわー。今ちゃんとね、竹林さんのねリアクションも込みで入ってるからちょっとね、はい、まあ OK だけど。よっしゃ。
やつなし。あ、これうまいぞ。シェキロー。うわー、シェキロフしなかった。シェキロフしなかった。オッケーです。ナイスライ。ボギーか。いやー、この戦いおもろいなー。いやー、おもろいおもろい。一進一退の、まさに一進一退の攻防を繰り広げる。そんな中で第1話終了。はい。あ、そっかした。はい。